パクリとか言われないか心配なのこうでソードしたどした。ということで今回も A 列車で号泣を実況していきましょう。今回も私が延伸しますけどね。そりゃ施設会ですから当たり前だよな。今回は所山駅から森下春山駅まで伸ばすよ。ということはついにほぼほぼ競合区間になるわけですね。第2回目にして早速乗客の奪い合いが発生するとは。まあそれも A 列車で行こうの醍醐味だから OK です。なんか懐かしい。ところで後ろを走っている新幹線は誰が持っているんですか？なんか朝起きたらこんなものができてて私にもわからないです。何それ怖い。それでは早速敷いていきます。所山駅は地下に設置したのでしばらく地下を走行します。所山貨物ターミナルに限りなく地下目を通っています。資材置き場は建物じゃないので隠せませんでした。正直かなり邪魔だと感じたので壊そうかとも思いました。その資材置き場の下に最初の中間駅です。見づらいので設置には少し苦労しました。それってあなたの感想ですよね。いや俺には関係ない。パクリダメ絶対。微妙に円の範囲外に設置できそうだったのでもう一駅設置しておきました。さてここからは地上区間です。なので地上に線路を持っていきます。妙にゆこいずみ構文。それってあなたの感想ですよね。それってあなたの感想ですよね。以下無限ループ。無限ループって怖くね。それってあなたの感想ですよね。もうええわ。今直前に道路やらがあってうまく踏切を作れないのず。せっかく地上に上がってくるんだったら道路の下まで近く感にすればいいのにとか思いがちですよね。あえてこんな感じの線形にすることによって余計に施設感を感じられるような工夫をしてます。その説明必要あった。ここら辺は線形で悩んでて時間がかかってるから必要だった。クソアロス。できたのでここに対比可能な駅を作ります。今回は対比駅という駅は少なめになりそうです。知らんけど次の駅で交差しそうですね。一応斜めに作る予定なので奥の駅と乗り換え駅になると思われます。先に駅を作ります。高架駅の橋桁の位置を変えられないのがちょっと残念ですよね。それ以外にもいろいろ制約はありますけどやっぱり鉄道開発ゲームって難しいんですね。ゲームを作るのがそして安定のネタ切れです。動画作るの下手くそか思いつかないんですよね。会話のネタがいやありのままの姿を実況するだけよ。夢の国に殺されそうなネタだな。こんな実況動画に命かけてどうする。どうしましょうか。誰かがこの動画に命をかける理由を書いてくれそうな予感。たり本願じったこれ。ネタ切れたのでここでコメント返信の。こまれたよ100伸ばしたアイム。な屋上や暴力は一切受け付けてないのでお願いします。批判や炎上不可避。最近ありがたいことにツイッターでたくさんのコメントをいただいていて誠に嬉しい限りです。いや限りプと限りプやん炎上してるやん。え？これが炎上。なんかじわりじわり来ててストーカーかなって思いました。うんお前ネットやめろ。今回は適当にコミュニティでつぶやいてたコメント返信をします。あれ？それって大体返信してなかったっけ？今回は特に面白かったものを抜き出してみようと思います。美味しそうなバナナですね。バナナ。唐揚げうどんって美味しいのか？まあ、高校生の時近かったのが影響したのか。3日ぐらい連続で行った時もあったりするぐらい私は好きです。病気ですね。今すぐ病院行きましょう。これ食べに行きたい。美味しいのでぜひ明日と言わず今すぐ行きましょう。ちなみに食べ過ぎて貧血にならないように気をつけましょう。アビコに行ったのに唐揚げそばを食べられなかった日には私はかなり激怒しますね。やばいこの人禁断症状出てるよ。え？ネタ切れたんですか？はい1年ぐらい前から切れ。ネタ買いに行きますか？5000兆円で買いに行きます。おい。1個目。なぜかゴロ 8VX のやつだけ1000回再生突破した破壊神です。あーのうごめものやつでしょ。何かとうごめもは神ツールだった。そういえばうごめもネット見に行ったことはあるんですか？あるけど見たのがシステム終了1週間前とかそこら辺だったからあまり見れなかった。お前声優文字へ、たくそか。うちのチャンネルではウマ娘が普及しております。ウマ娘は神、色のは認めない。最近ブームがすごいですからね。もともと競馬は興味があったんですけど、ウマ娘でさらにハマりましたよね。虫にとってウマ娘とは、なんだよプロフェッショナル仕事の遊戯みたく言わないでよ。なんか結構ガチってたりするから、聞いてみた。そんなこと聞いても何も。アレツ社とは関係ないゲームで、星3確定演出出さないでもらいます。それってあなたの感想ですよね。勝負は1定め。縦の栄誉を抜けて、いざ！私よくマックインが当たるんですよね。マック言ってるからじゃない？ゴロだけしか合ってないよ。ということでダイヤ設定まで無事に終わりました。なんか半分ぐらい別のことやってたような気がしたけど細かいことは気にすんな。今回は4種類の種別を用意しました。各駅停車特間急行と急行と快速急行です。特急じゃなくて全部急行ですね。なんでだろう。今後特急種別もこの路線に走らせる予定なのであえて急行縛りをしています。なんかどこかの施設にものすごく似てる気がした。まあそんなことは置いといて今回はオーディアでダイヤを作ってきました。あの自分でダイヤマップを作れるあのソフトですか？ですです。これさえあれば簡単にダイヤを公開できるということで作ってきました。今回は虹花駅から森下春山駅の部分を紹介します。ハイドーン。すでに細かい。このマップは10分サイクルで、ダイヤ作って森駅が出てしまうのでこうなってしまいました。拡大したのがこれです。いかに虹花と所山が遠いかがわかる動画ですね。ほぼマップの中心にありますからね、所山駅。種別ですが黄緑が快速急行で、オレンジが急行で所山駅から出ているのが各駅です。優等種別が5分に1本出てるのやで。こんなマップに常識を求めるのは間違ってますよ。まあ、一部の島なんとかの会社とかはバンバン優等種別走らせてますけどね。あそこは15分サイクルだからできたダイヤだから。うちんとこも15分ダイヤ作ろうかな。おい。